これからですね、ナビキャンセラーつけてみます。これの10ミリ7、8、9、10、これかな。目が悪くてね、10ミリです。10ミリ、これが辛いですね。で、これあらかじめセットセットしました。はい。これがチメルだから、これが緩めるね。はい。ということで。で、これ突っ込んで、これ外せばいいんですけど、多分なんか傷がついちゃうんで、保護テープを貼ってきます。マスキングテープでいいと思います。マスキングテープです。マスキングテープです。マスキングテープが大変なことになってる。暗くて見づらいんだよね。なんかこの辺から外してましたね。いけない。この辺から外してたけど、資料とかやると傷ついちゃうかもしれないです。なんかね、すげえ傷つきそうです。入ってることは入ってますね。多分ね、結構傷ついてるかもしれないです。外れてますね。外れてます。外れてるけど。取れましたね。ちょっと見づらいかもしれないけど。これやっぱ結構、こう差し込んで、これを差し込んで、ぐいぐい、こうなんかね、なんつうの、ぐいじゃなくてね、じっくり、じわっとこう取る感じ。なんかもうちょっとパキッて外れるのかなと思ったんだけど。で、これを取ってきますと。取っていきますが、プロじゃないんでね。行くの怖いっすね。結構バキッていっちゃいそうな感じがするけど、バキッて割れてんだか爪が取れてんだか非常に分かりづらいですね。やっぱシロコ、
この辺はここまでしょ、来てる頃は。ここまで外れた。外れてほしいんだけど。なんだ、なんかね、こんなここにもあんのか、こんなのがこんな取扱説明書がついてますね。吉丸工房で紹介されたテレビナビキャンセラーの、あれを買ったんだけど、これをまず外す。これを外す。これを外す。どうやって外す？これも。こっちか。外すんだろうね、左一番左のところは。外側に外すのか手前に外すのか難しいですね。かなり出てきましたね。よいしょ。ああ、外れた。外れた。で、なんかね、このエアコンがタッチパネルなんで、なかなか、これ取るのどうすんだ、これ。どうすんだ。すぐ反応しちゃうんだよね、このタッチパネル。いいか。したら16時50分頃、東京都府中市で豪雨の恐れがあります。運転に十分ご注意ください。往生してください。これでさらにこのハザードランプを、ハザードをもうコネクタを外さないといけないんだけど、これどうやってやるの。どうやったら外れるんだ、これ。なかなかさ、やっぱそうそういかないよね、うまく。コネクタってどうやって外すんだ。このマイナスちっちゃいドライバーでちょっと押したら外れました。はい、
無事外れました。はい、そしたらドライバーを使って、ネジを外します。で、この両端の、マイナス、マイナスじゃない、プラス、両端のプラスと、プラスのドライネジと、あと、ボルトですね。ボルトは緩めるだけって言ってましたね。なんで、これは緩める。結構見えるです。見えます。見えるですよね。見えます。辛いけど、体勢として辛いけど見えます。見えます。で、真ん中が落としたら地獄だって言ってましたけど、なんか周りにね、こういうケースみたいなのがついてて、落としてもこの中で落ちます。だから、そんなに慎重にならなくても大丈夫です。落とすと地獄って言ってたけど、確かに、ここからさらに落とすと地獄なんだけど、そう落ちないですし、これ実はこのドライバー、磁石がついてる、マグネットがついてるやつなんで、これ落ちないです。ただこの座金は、座金も落ちないよ、これ。落ちた。落ちた。信用しちゃいけないな。あとは、これの、ナット、ボルトも緩めますと。緩めます。確かにね、手で触るといます。これ、吉丸工房。こっちだよな。吉丸工房、すごいですね。吉丸工房、さすがです。うまく解説してますね。確かに、います。手探り出てきますね。吉丸工房の解説が、動画がなかったら、自分でやろうとは思ってなかったかもしれない。これも多分このぐらいでいけるのかな。で、これ落とすと、またこれはね、カバーないんで落とすと大変なことになるんだけど、あとはこれをガバッと前に引き出しますと言ってました。ガバッと、いけるのかな。これごといけんの？このナビだよね、やっぱな。ナビ。これごとナビ？これどれこんなナビだから、多分これごといけると思うんだけどな。これごといける。いや、これを緩めろって言ってたんだ、そういえば。これ緩めてないわ。緩めたな。さっき緩めたな。緩めた。緩めたから、これをパコッと取れない。パコッと取れない。
の右側は取れたけど左側が取れない、左側が取れないです。左側硬いな。左側が硬いです。左側のネジが、ネジが硬いな。ゆるゆるになってるもんな。取れた。はい、取れました。はい、であとはこのこいつですね。こいつをはめ込んで、このアースをどっかに取らなきゃいけないんだけど、なんか左側から取ったな。見えないね。どれだろう。こっち、どっち？これかな。これか、あった。もともとの配線ってさ、なんか2本、3本ぐらいしかないのにさ、なぜかなんかすげえいっぱいあるな。で、間違ってつけても、あ、間違ってはつかないみたいなんで、自信持ってやれば大丈夫です。あとはそっちからは見えないけど、ここに確かにボルトあるな。ボルトじゃねえ、ネジがあるな。ここに取り付けて、はい、おいててててて、これで映るかどうか、これで映るか、まずこれで何か映りますね。大丈夫ですね。はい。で、さっきの逆の手順で埋め込みます。カードが挿入されていません。はい、録画ができてる。ゴンゴンやってたけどね、大丈夫かね。お、はまったかな。全然はまってねえな。全然はまってねえな。全然はまってねえな。ここにちゃんと止めないとダメなんだな。あの緩めたところにね、緩めたやつがなんかどこにあるのかよくわかんない。
緩めたやつが多分それなりに緩んでないとちゃんと入らないんだと思うな。あの、ね、完全に取ってないからね。これ大丈夫。これ大丈夫。多分このあの六角のナットがきちんと入らないとダメなんですね。これで体勢的にはこれでいけてると思うんだけど、なんか挟まっちゃってるわけじゃない。これで入った気がするぞ。これできちんと押し込めばいけんじゃねえか。あ、これでいけた気がする。はい。これで、ネジを。これと、あとね、なんか取ったネジどこ行ったっけって感じだけどね、もう。取ったネジ、いつもの通りなくしちゃうパターンだよね。だいたいね、あった。これはね、落とさないですね。落としたら確かに地獄だけど、きちんと落ちないように、あの、ちゃんと囲ってある。はい。あと、これの、締めると。締める、締める。これ締めてるよ。緩めてる。締めてる。締めてる。締めてるけど違うネジだった。あれ？どれだ？これだ。違うネジつか全然ネジじゃないところ締めてた。これだよ。なんか閉まった。閉まった。ちゃんと閉まった。ちゃんと閉まったかな。なんかよくわかんなくなってんな。こっちだよ。うん。うん、このネジか。なんかね、よくわかんないぞ。これだ。あ、
これに間違いない。感覚がある。ああ、大丈夫だ。これですね。合わせスーパーやデパートでは早速買い物需要を見込んだセールを行う動きも出ています。政府の狙い通り消費の活性化につながるのでしょうか。タッチパネルってさちょっと定額減税、何気なく触れた時に勝手に反応しちゃうっていうちょっと微妙ですよね。寝具のセットも分かってて買ったからしょうがないんだけど、こちらの総合スーパーでは1人当たり4万円が減税されることにちなんで、家電などを4万円で販売するセールを実施、数量限定で通常より2割から4割ほどパーキングブレーキのあれですよね。なんかセンサーを変えなきゃいけないようなことをしたんだけど、あるなんていうんですかね、まあ、製品とかもで、なんだっけ、買ってあげられるのかなとは。自分のシステム設定、セキュリティハードコード、パーキングセンサーの設定、これか。パーキングセンサーを表示割り込みしない。こちらのデパートでは、価格が高めの食品などをセールの対象にしています。はい、これ戻します。黒身和牛のしゃぶしゃぶ用の肉は、通常の2割引きで4000円に。この他、フルーツの盛り合わせなども割安で販売しています。これを。もっとさ、長くしてくれりゃいいのにさ、ちょっというのもお得に、日頃はですね、控えているプラス1品2品、ここがホンダだって言ってたけど、我々としてはありがたいと。扱いづらいですね、この辺ね、プロじゃないと。定額減税では、1人当たり所得税が3万円、住民税が1万円減税され、会社員など給与所得者の場合、今月支払われる給与やボーナスから適用されます。扶養家族も含まれ、例えば夫婦と子供2人の4人家族の場合、世帯全体では所得税が12万円、住民税が4万円の合わせて16万円が減税されます。岸田総理大臣が打ち出した肝入りの政策で、政府は春闘による賃上げが給与に反映されるこの時期に実施することで、手取りの増加を実感してもらい、デフレマインドの払拭につなげたい考えです。今回の定額減税について専門家は一時的には消費を押し上げる効果があるとしたので、次のように分析しています。これで定額減税のうちガンガンやってたよね、2、3割というふうに見ています。あ、ここあれか、可処分所得が少し減ってきてしまっているという現状があるので、家計にとって注意しなくてもいい。現在東京都多摩南あんまり気にしてなかった雷注意報が発表されています。少し難しい。その上で政府が目指すデフレマインドの払拭は、将来的に使えるお金が増えていくという気持ちが高まるとなかなか積極的ではありませんので、今回の定額減税は一時的な効果はあるものの、その将来的にお金が増えていくというところものではありませんので、その部分はもうすでに頑張りました。なんかさ、本当かよ、簡単
やってみりゃ簡単なんだけど、なかなか難しいですね。技術がね、情報がないと無理。やっぱり誰か見本がないとということで、一旦おしまいです。もう風が強くて傘がさせない台風のような雨でしたけども、じゃあスタートしますね。重厚な雨というんですかね、一粒一粒が大きそうなですね、窓を開けると雨音がうるさくてですね、ちょっとテレビの音が霞むかのような、昨日の夕方はそんな雨が数時間続きまして、なんだかまとまった雨という感じがしました。もう梅雨が始まってるんじゃないかなという感じで、雨量を観測する日もどんどん増えてきていて、このもう10日間ぐらいはですね、雨降るなって感じはあるんですけども、ちょっと声優って言ってんのかな、今日はこの時間以降、府中の四ツ谷の同じようにというショッピングセンター降るらしいです。の駐車場を、まあ、ちょっと拝借してです、皆さん気をつけてください、ナビキャンセルをつけてみよう。そんな中、今日も3時間の生放送、夕方の番組でございます。スカイロケットカンパニーと言います。スカロケと言われております。なんとかできましたね。吉丸工房さん の動画を参考にやってみましたけれども、なかなか大変でしたけども、なんとか行きましたね。続いて6時台は、テレビつけてみようかな。テレビは本当は助手席の人が見るんですよね。ってことで、笹生選手は今回の優勝でパリオリンピックの出場枠を振り分ける元になるランキングを大幅に上げることが予想されます。日本の女子は有望な選手が多く、代表争いは最後まで目が離せない状況です。佐藤西アロンで、しっかり集中して、ナビじゃない、テレビがついたままですね。しっかり休んで、いつも一緒ですけど、やることにしっかり集中して、私のことができればなと思います。はい、ということで、そうですね、VTR にもありました、樋口久子さんですが、初めて海外メジャーを達成した、話しているんですが、持ち前の飛距離、集中力、パッティング技術など全てが際立オートブレーキホールとかさ、私は数年前までまだ慣れてないですよね。その3つ全てないので、疲れてきたら相当難しい、完全に止まると、自動パーキングブレーキがかかるんですよ。で、まあ、それ設定してオフにもできるんだけど、でただ完全に止まった後間違ってブレーキ離しちゃってもう前に進まない、クリーピングしないっていうね、そういう機能なんで、まあ、そっちの方が安全かと思って、オートブレーキホールドつけてます。これ今停車して、そうすると、ここに A ってつくんですけど、ついてるか分かるかな、分かんないか。A ってつくんですけど、ここにね、ブレーキ離しても、ブレーキホールドかかったままなんで、前に進まなくて安全なんですけども、逆にアクセルを踏むと解除なんで、間違ってアクセル踏んじゃうと、前に進んじゃう。逆に今まではブレーキ離すとクリーピングで前に進んだんで、日本国籍を取得を選択をして、ちょっと進みたいときにブレーキを離すとちょっと進んでたっていうね、っていうことなんで、良かったんですけど、それがアクセルを踏まないと進まないで、ちょっと違和感ですね。慣れるまでは大変時間がちょっと時間かかるかなと思います。で、今日の納車でこれナビキャンセラー
つけて、本当はドライブレコーダーもつけたいし、今これドライブレコーダーがついてない状態なんで、事故った時に何の証拠もない。ただちょっとやっぱ時間かかるんで、ちょっと平日無理かなと、今度の土日かなと思いました。でナビキャンセラーが、まあ、1時間ぐらいで着くかなと思ったら、まあ1時間ぐらいでしたね。やっぱこうなかなかパネルが外れない、どんだけ力入れていいのか、入れすぎるとバキッていっちゃいそうだし、ってことでちょっと恐る恐るやってたけど、なんとかできましたね、はい。ただやっぱ工具ないと難しいですね。あとはまだ慣れてないのがこのディスプレイですね。ちょっと見づらいから、ちょっと見るか。ディスプレイが今EV モード、まあ今エンジンモードなので、エンジンとバッテリー両方チャージですね。で EV モードがどうなると EV モードになる、EV って左側に今ここに EV って出てますね、左下にね。はい、で納車した時はね雨降ってなかったんだけどね、家帰ってきてちょっともう一回出かけた時に雨降り出して結構ほんのりになりましたね。右折専用車線があります、注意してください。で印象はすごい静かですよね。乗った感じの印象はほんと静か。フリードもそんなにうるさくねえなと思ってたんだけど、音が入ってくるのは当たり前だから、それがもう当たり前だと思ってて、そんなにうるさくねえやと思ってたんですけど、このオデッセイはに乗るとフリードのがどんだけうるさかったんだかっていうのが分かりますね。はい、当然ロードノイズとか聞こえるけど、このレベルが全然違いますね。すごい静か、高速まだ行ってないけど、はい。あとは何だろうな、パワフルオーディオナビゲーション安全支援、このバッテリーか、パワーチャージがこれか、パワーチャージがでもこれいつも入ってたの、パワーフローでいいのかな、今 EV モードですね。ちょっとグッとアクセル踏むとエンジン とバッテリー両方になると。で今チャージですね。もうチャージ今ここまで来てるんで、どこだろう、そうだよね、もうこれ以上チャージしないですよね。あとはこのパトラシフトが今試しに、もうチャージがフルチャージになっちゃってますね今ね。やっぱこのハイブリッドってね、フルチャージにやらない方が逆に燃費はいいって言ってましたね。結局フルチャージになっちゃうと回生ブレーキでもうたまらないんで、それ以上が回生ブレーキも効かないし、それ以上もうたまらない。フルチャージの方がなんかいい気がするんだけど、ただやっぱね5割から7割ぐらいの状態の方が結局バッテリーモードにもなるし、ブレーキかけた時に回生ブレーキでたまるしってことで、その、まあ、5割っつうか、3割から7割8割ぐらいのところを行ったり来たりしてる時が一番燃費がいいって言ってましたね。だから今もう溜まっちゃってるんで、これ以上溜まらない。今雨上がってますね。まだね、ビニールを
あの、さっき運転席だけビニール外したんだけど、他まだビニールがいっぱいついてます。今度ゆっくり撮ろうかな。しかしまあ、まあ、傷も、見た目傷ついてないし、なんとかなるもんですね。この辺がなんかまだ浮いてる気がするけど。ちょっと浮いてる気がするけど。ついてないから今この今撮ってる iPhone で撮ってるんですけど、 iPhone で撮ってるのが証拠になるんだ。今40キロぐらい出たけど、これ30キロ道路ですね。あ、前からオデッセイ来た。オデッセイちゃんが来ましたね。あれは RC1 か2ぐらいのやつ。車両感覚が完璧じゃないんで、左が甘いですね今ね。感じがしますよね。フリードが、いや、だいたい 1.5 トンぐらいだったんですけども、これ 1.95 トンですよね。2トンからちょ、2トン弱の状態。エンジンっていうかモーターの馬力は180馬力ぐらいあるんで、まあ、180馬力あるっていうよりは、トルクが31キロぐらいあるんで、もう普通の、普通のエンジン車で行くと3リッタークラスですよね。3リッタークラスのトルクがあるんで、全然もたつく感じはないけど、やっぱさすがにね、重い感じはする。運転してて。さすがにね。